平、成ジャンプ、以下、ジャンプの山田涼介、31が主演を務める7月5日スタートの新ドラマ、ビリオンかけるスクール、フジテレビ系の主題歌が、アドの新曲、ルルに決定したと発表された。写真、メグロレンジュニア時代に訪れていたテーマパークでの一枚これを受けて、ジャンプファンの間で、主題歌ジャンプというワードが X でトレンド入りし荒れる展開となっている。 ジャンプはデビュー17年で、かつては CD シングルを年2から3枚はリリースするのが通常でした。それが、22年は山田さんの主演ドラマ主題歌を含むトリプル A 面シングル、REA 恋をするんだ春幻聴を1枚。23年も同じく山田さん出演ドラマ2作品の主題歌、Dear My Lover 裏表が両 A 面でまたしても年に一枚とシングルリリースが活発とは言えない状態にあります。今も前作から1年以上経過しているので山田さん主演のビリオン×スクールが決まった時点で主題歌はジャンプが担当するとファンは思っていたでしょう。ところが別なアーティストが担当することとなり落胆が大きかったようです。レコード会社関係者団 X 上では え、主題歌ジャンプじゃないんだ。ジャンプ干されすぎだろう、年一もシングル出ないの笑えん。主題歌ジャンプじゃないの。驚きよりも心配が勝つんだけど、本当に今の事務所で大丈夫。独立した方がいいんじゃない。シングルも出ないし、音楽番組も出演ないし、ビリオン×スクールの主題歌ジャンプじゃないなんてそんな裏切りある。と、なぜ主題歌がジャンプの楽曲ではないのか、 ジャンプは干されているのではないか、と不安や憤りを感じるファンの投稿で溢れた。また、ドラマ公式 X で、アドが主題歌を担当するという投稿に対しては、ジャンプファンから、なんでジャンプが主題歌じゃないの。アドは好きだけどこれは違うって思ってしまう。見る気失せた見ないなど、ドラマ公式への直接批判とも見れるような引用リポストも見受けられる事態に。そんなファンたちに対し、 主題歌ジャンプじゃないからって公式非難するジャンプターン恥ずかしい。毎回毎回山田くん頼りじゃなくて主題歌は愚か演技仕事も持ってこれない時短に文句言ってくれ、ジャンプになって文句言う割に CD 買わないアルバム買わないでも現場は来るっていうところやばいんだよな。今回も主題歌ジャンプじゃないことに怒ってるけど、じゃあ CD 発売してちゃんと買うの。途急ジャニファン同士が避難し合う投稿も見られた。 近年では、中島優斗30、刃井能系33の出演ドラマ主題歌をジャンプが担当するも、アルバム収録になったり、配信リリースになったりとシングル発売がなかった。それだけに、ビリオン×スクールは山田の主演作ということで、今度こそ、と強い期待を抱いていたようだ。